総運総督が門休止かつての総運の用事。清江浦総運総督は、明朝と新朝で、総運を統括した官職。樹一品、または、正二品。1451年、総督総運圏提徳軍務巡部法要等、ところ圏管河道が設置され、南直令ワイアン府に駐在した。通称にまたがる 1500km に及ぶ運河を、 管理するだけでなく、秋代と清の初期には、老を取り準部を兼ね、法要府、ワイアン府、洋州府、露州府、助州、和州、州の行政を担当した。そもそも隋唐以後の歴代王朝は、運河での食料輸送を重視して、国家の経済の大動脈とした。隋が大運河を建設して以降、ワイアンに総運を担当する役所を設けた。総は、 公愛天雲市を設置し、東南六祖寺の穀物は、イガを経て、首都開封に入った。民では、総運総督が設置される前には、英楽御門が1404年に武漢である、総運総兵を設置して、12万の軍隊を率いて、総運を専門に担当した。1451年に、文官の総運総督が設置され、総運総兵と同等の権力を有した。 1621年、総運総兵は廃止された。総運総督の下には、文部官270人の官員がいて、さらに倉庫、造船、船舶の護衛などを担当する2万人の人員がいた。1860年、南川総督の廃止に伴い、総督府が、ア安府から南川総督府のあった、清江浦に移された。1901年、 食料の輸送が上海から天津へ回路で、天津から北京まで鉄道で輸送するよう改められた。1905年、総運総督は廃止され、代わりに怖い準部が設置されたが、これも同年に廃止された。総運総督府の遺跡は、ワイアンシュワイアン区の中心部にあり、213部屋、3万、平方メートルの広大な建築物である。ありがとうございます。